大坪康介。春といえば出会いの季節。今回お届けするのは恋人と行きたいカフェ特集。有名雑誌で話題となっているお店を中心に2人の距離がさらに縮まるカフェをご紹介。スタジオには今をときめくあのイケメン俳優をお迎えしてお届けします。放送はこの後すぐ、お楽しみに。誰もが振り向く魅惑のルージュ、その唇から目が離せない。一度塗るだけで視線を独り占め、最高の彩りをあなたに。よ、こんなところにいたのか。何気にしてんだよ。ああやって意見ぶつけ合うのはいいことだと思うぜ。今回はたまたま二人ともムキになっちまっただけだって、あんまり気にすんな。先戻るから落ち着いたら戻ってこい。じゃあな。はい、一太郎です。スペイン居酒屋バル秋葉。ワインの酒蔵をイメージした玄関を抜けると、そこは陽気な雰囲気のスペイン居酒屋。本格的で手軽に味わえるスペイン料理の数々。そして料理を引き立てるのはお手頃なワイン。パーティーはもちろん、お一人様でもお気軽に。今回はちょっと大人のラブストーリー。白黒な世界が印象的な紙飛行機。ある駅のホームで出会ったが、そのまま別れてしまった二人の男女を不思議な紙飛行機が結びつけていくロマンチックストーリー。それは二度驚くファンデーション、毛穴ゼロ、メイク直しゼロ、そして15時間持続 UV カット美容成分配合。もはやファンデーションを超えたファンデーション。ねえ、心配してくれてるのは分かってます。でもあなたは元警官だし、ボスは海兵隊のスナイパー、ケイトは大統領の警護をやってた。ジバに至ってはモサド。僕の専門は生体移行学とコンピューターでの操作です。現場の捜査官は無理かも。